こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。これはね、先週2日分の晩ご飯、曜日までは記憶にございませんきゅうりとナスは薄切りにするよ。ナスはさ、縦半分に切ってから薄切りにすれば大きさ的にちょうどいいかな。そしたらね、軽く塩もみをするよ。でさ、みょうがは半分に切ってからさ、千切りかね、これは千切りで合ってるのかな合ってるのかなってそして分量はこれね、これさ、きゅうりとナスのなます、みょうがも入ってね、さっぱり美味しいから、このね、暑い時期には最高冷蔵庫でキンキンに冷やしてね、食べるのがうまい。いい箸休めにもつまみにもなるまたつまみのこと言っちゃった。で、野菜の水気をしっかり絞るよ。で、全体をあえて、ナスね、生でも美味しいからさ、これでね、きゅうりとナスのなますの出来上がり。そしたらね、もうピーマンがいっぱいあったんだ、この頃ね、この頃って先週なのに、ピーマンを細切りにするよ。でも分量これね、これはね、娘がね大好きなやつオレンジンだからさ、簡単だしね。でね、うちはね、ブラックペッパーは結構たっぷりめにビョーンってしてるそしたら600ワットで3分レンチンして全体をよく和えるよ。もうこれでさ、無限ピーマンも出来上がり。このね、季節の野菜がうまい。で、この日はね、青さのりにした模様です。もうさ、油揚げはね、もうまだ凍ってたからそのまんまザクザクっと切ってるけど、ちっちゃなことは気にしない。このさ、青さもね、しいたけのよかおだしが出てうまいよね。さっぱりしてるしさ、青さもね、うちは子供たちが好きなのよ。でね、分量はこれね、そしたらさ、アルコールをピャンと飛ばしたら、もう青さは後入れでよかからね。でね、付け合わせの千切りキャベツ。私この千切りキャベツとかさ、サニーレタス？サニーレタスって好きなのよね。で、トマトも切る。このね、黄色いトマトが味が濃くて美味しかったんだけどさ、いつだったかな、市場にね、また行ったけどね、黄色いトマトがなかったしょんぼりで、のり塩唐揚げの下味の分量はこれね、そしたらね、これをしっかりしっかり揉み込むよ。
でさ、袋の口を縛って、このままね、私はもう半日ぐらい置いてるんだけど、冷蔵庫にね、最短でも15分ぐらい置いた方が味が入るからね。そしたらもう揚げる。揚げ衣の分量、これね。さあ、青のりもまた風味が良くてうまいよな。180度で3分ね。でもね、カラッとカラッと出来上がった。これ、なんだったっけ？海苔塩唐揚げだね。で、この日の材料と分量はここっていうかこれか。またほら、概要欄にも忘れないように書くけど、私の記憶ほど当てにならないものはないから、ちゃんと覚えとかないかんね。で、これもね、先週、あ、違う。次だ。これ。これも先週の晩ご飯なんだけど、曜日までは覚えてないの。かぼちゃをも食べやすい大きさに切ってさ、もうそのまま鍋にどん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 と入れて、塩をね、一つまみ、二つまみ、パラララララって振る。私この日二つまみしてるね。そしたらさ、なんていうの、塩で揉み込む。で、ここにね、水 100cc 入れて、もうあとはね、炊くだけ。そんだけなんだけど、少しの塩を揉み込んで炊くでしょう。そしたらね、かぼちゃの甘み、旨味が最大限に引き出てね、めちゃくちゃ美味しいよ。何より簡単。で、沸騰したお湯に塩とオリーブオイルを入れて、マカロニをドボンしたら、さーっと混ぜてさ、火を止めてマカロニの茹で時間、放置でね、ガス代節約しないとさ、ガス代がバカ高いの、プロパンガスだから。で、きゅうりは薄切り。人参はさ、細めに薄切りね。細め、うん。別に人参は入れても入れなくてもいいけど、まあ、彩りで入れた感じかな。で、玉ねぎも薄切りね。で、これをばさ、軽く塩もみをする。で、ハムは、もう他のさ、野菜、具材と大きさが合うような感じで切ればよし。もう適当でよし。で、ゆで卵はもうスプーンとかでね、ざっくりほぐす。ちょっとね、ゴロッとしてるぐらいがうまい。でね、放置でゆで上がったマカロニ。ただね、これもね、野菜の水気をしっかり絞るよ。でね、分量はね、これです。マヨネーズがさ、ブハッて言った。終わりの方になれば逆さまにしてもこんな言うがね。そしたらもう全体をあえて、もうこれでね、マカタマサラダも出来上がりだね。で、この日のお味噌汁はね、大根、玉ねぎ、なんだった？人参かな？そして小松菜がね、入ってたよ。入ってたよってもう、ねえ、記憶がほら、記憶をさかのぼ、ぼ、ぼ、なに？記憶をさかのぼれなくって。でも小松菜はね、後入れだけども切っとく。もう極力さ、飲んでからしたくないじゃん。飲んでからって。そして昨日はさ、
娘と孫たちが来てて、孫たちって、ま、孫よね、孫が来ててさあの椅子にご飯食べたんだけどね、いつもより多めに私は飲んじゃった、とどもで娘はもうほら運転もあるしね、私みたいにのんべえじゃないからさね、でお味噌汁ができたね。この日は付け合わせ野菜はね、千切りキャベツと貝割れとあの黄色いトマトにしたんだ。でさ、貝割れもうまいじゃんでこのキャベツとヨカ風に混ぜ食ってる、混ぜ食っとく、ミックスっていうヨカ言葉で、多分ねこれで黄色いトマト食べ終わったのかね、なかったんだよな、かつか。まあね、美味しいからいいんだけどもさ。ナスは3等分ぐらいに切ったらくし切りして、豚肉でさ、ナスをこうくるんって両サイドにもかぶるようにくるんって巻く。これちょっと煮込むからさ、あの端っこの方が空いてたらさ、ナスが溶けちゃうからね、この豚肉で包み込んで優しく。とさ、巻いたりするのがね、量が多くなると面倒だけどね、ここさえ乗り越えればあとはもうほっとけばできるからで軽く塩コショウね、あの裏表ともさ、サササッと振るよ。そしたらね、今度は片栗粉をまぶす。片栗粉も全体にね、裏表ともヨカ風にまぶすよ。そう、昨日息子はね、朝っぱらからね、プール開きに行ったでしょう。夏休みを満喫中です。今日はね、お家にいるけどね。昨日はね、いっぱい遊んできたみたい。楽しそうにね、いろいろ話をしてくれた。そしたらオリーブオイルを熱して巻き終わりを下にして焼くよ。でさ、これもうこのままさ1分から1分半焼き目をつけるんだけど、触らない、触ってしまえばね、ばらけたりするからさ、1分から1分半は触らないでね、ほっとく。そしたらハゲ散らかさない、ハゲ散らかさないからね。で全体の面に焼き目をねしっかりつける。このね焼き目もメイラード反応でうまみ、あとはね調味料をぶっ込んでほっとけばできるからね。分量はこれね、なんかほんと最近つったら嘘だけどもう掘っとくだけの簡単なご飯を作ることが非常に多いもうだって楽なんだもん。やっぱ楽っちゅうかね、ほら孫からさ病院に行ったりとかいろいろね父のとこに行ったりとかするからさ、もうねなるべく簡単なものそしたらこのまま弱火でコトコト、もう10、うちはほら土鍋だから10分もコトコトしてない。でもうあっという間に豚バラとナスのトマト煮込みが出来上がり。豚バラとナス、トマトの相性抜群でうまいからね。で材料と分量これね、2日分とも忘れないように概要欄に書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは。